ここら辺のさじ加減が全て山本くんに握られてるわけでしょ。フランチャイズ業界のね、あの方みたいになる感じ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。山本くんの新チャンネル、フランチャイズ探偵団スポンサー募集ということで、山本くん、いや、なかなか面白い企画でしたよ。そうですか。ね、確かに山本くんはフランチャイズの人として生きていけばなんかお仕事とかいっぱいもらえそうだよね。かもしれないです、曲がりでバナナも加盟して、そしておうちでお肉も加盟したからね、はい、なんだかんだ加盟してますからね、多分ね、うん、やっぱいろんなフリーランスがいるからこう差別化図ってきたよね、フランチャイズフリーランスみたいな。そう、年収チャンネル方式でこうね、モザイクでいろんなフランチャイズを加盟した人が実態はこうなんですっていうチャンネルも面白いと思うし、ちゃんと本部も公認で毎月実況中継するのも面白いし、いいと思いますよ、はい、まあ、いろいろ混ぜりゃいいよね、いろんな企画があってもいいと思うんだよね、このチャンネルにさ、スポンサーでさ100万とか払っとけばさ、さ自分のフランチャイズは守られるよね。保険料だよね。なるほどね。だって武田塾だってさ、一番うまくいってないところが出て、うん、そういう話をされたら、それ結構辛いですか。一番なんかさ、一番なんだろう、相性が合わないオーナーさんとかが出て話されたら、うん、めっちゃいいフランチャイズでも困るっちゃ困るよね。だからそこら辺のさじ加減が全て山本くんに握られてるわけでしょ。フランチャイズ業界のね、あの方みたいになる感じ。そういう感じですか。悪のチャンネルみたいな感じにする予定ではないですけど、年収チャンネルの流れでいいんじゃない。うん、どうかな、年収チャンネルでいろんなフランチャイズのブランドで儲かってますかっていうのを聞くのはどう。はい、いいと思います。なんかもうちょっとちょうだい。見つけれるかですかね、この G の方を。はあ、まあ、それは必死に見つけるんだね。まあ、地道にやれば見つかると思うよ、うん、であとはそこで本部との話がどうのこうのっていうところを、そこをどう決断するかってことだよね。いや、これはもう覆面でいっちゃいましょうっていうふうにいくのか、うん、そうじゃないのか、その辺の調整じゃないかな。あとはあれだね、スポンサーの企業さん、どういうメニューにすればいいんだろうね。1社100万円とか50万円とかでどんなロゴを後ろに映せばいいのかな。500万ぐらい集めたいね。集めたいですね。メニューどうする？できてもないチャンネルにそんな出るんですかね。いや、まあでもそこはフランチャイズチャンネルのね、うん、まあ系列というか林さんが半分出してるということで、うん、逆にその本部側やったら何をしてもらったら嬉しいんですか。うん、まあ、ずっと表示されてるのと、あとスポンサーの企業のところはちょっとやばいのは出さないです。出してもいいけど公認系がいいよね。そしたら本部も OK ですよっていう、うん、ロゴが出たり、その会社さんの実況中継をしたり取り上げたり、きっといいことがあります。一口50万円から応援したいという方がいらっしゃれば、ぜひこちらから、はい、モザイク付きで、本部の暴露をしたいとかいう G の方もこちらから。おー、これいるかもね。いよいようまくいってないところがね。これあれじゃない、藤原先生と連携したいんじゃない。そうね、藤原先生のところに行ってるような方が、うん、ここで喋ればいいね。はい、というわけでじゃあ、スポンサーになりたい本部の方、フランチャイズの実態を覆面でも顔出してもいいから話したいという方、こちらでお待ちしてます。お待ちしてます。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。